TV。 いやどうですか皆さん、昨日の暑い、なんか暑い、ね、暑い、暑い、暑かった、もう暑い、もう暑すぎていろいろ暑かったです。いろいろ暑かった、気温が暑い、まず気温が暑いです、うん、昨日ね、プロペラ、来ましたね、ついに、足首の公演、大盛況、大成功で、ありがとうございました。ありがとうございました。された、ええもん見ました、うん、はい、俺の友達も見に来て、あ、来てくれた、今日早速なんかメールしたら、うん、朝からプロペラ聞いてた、おー言ってた、言ってた、すごい、すごいね、うん、ありがとうございました、よかった、大変やったね、ここ行くまでや、いやもうほんま、もう行くまで、道のりが、ね、道のりがプロペラへの道のり、プロペラへの、これ、どうなの、いつ決まったの、まず見に行ったんよな、あの去年ね、去年ね、あ、まゆみちゃんも行って、うん、京都もちゃうろ、バナナホール、あ、バナナホール、あ、バナナホール、あ、そうなん、せやで、あれ、文章の後か、文章の後やと思う、で、なんかめっちゃかっこいいけど来てほしいなってなって、ああ、でも、モーキーがもう一応、すぐ読んでみたらみたいな感じになってまだ、特に俺の軽口が、そうで、その、まあ、いいぐらいの時に7月28日、うん、谷崎さんの誕生日やわと思って、はい、まあ、その時にどうですかって言ったら、やりますって言ってくれたから、そっからもう、それでもうポンポンと決まる、そう、ほんで、あの、あれ、もうモンキーサイクルやってよって谷崎さんに言われて、うん、で、そっから始まった、そうこちらの。ロードトゥーポーラドトーの、ドトーの、ドトーのも、そうやね、まあ、ざっとあの前半戦を振り返るためにこうやったライブ書いてきたけど、まあ、1月、2月、3月、4月ぐらいまではまあ普通のペースでやってた、あの、次に2本、3本ぐらい、これ、振り返りたいとかある？帰りたいとここの時はでもまだそんなに、そうやな、まだちょっと余裕あった、まだ余裕あった、気持ち的にな、うん、まだ先やし、まだ先やしと思ってたよね、うん、まだなんかメイクシフトとかかな、おお、外人ばかり、外人ばかり、すごかったですね、メイクシフトおもろかったな、うん、あの神戸の高架下ね、あの屋根裏みたいなとこね、線路の下、そこ抜けるんちゃうかっていうぐらいみんな暴れ倒してた、あれはすごかったな、揺れてたもんな、揺れてた、あのうちらうわってジャンプしたらジャンプすんなって思った、飛ぶなやほんであそこじっとしろお店のその2階に行くとこはしごみたいなの登っていくって、うん、登ったとこにトイレあんねんけど、うん、トイレするときも怖いもんな、揺れてるから、なんか落ちたらどうするやろこれあのブルースブラザーズ のバズーカ撃たれた時みたいな、あれでもなんか手作りって言ってたから余計怖いな、余計にそれ聞いた瞬間めっちゃ怖いというかいやでも有意とこやったね、なんかドラム畳の上に乗ってたから畳のまま落ちるんじゃん、落ちるとして落ちる時そのまま、そのまま落ちる、そうどうなんですか、安全クッションあるのかなそれやったらええのそう、あ、そうかこう着地できるからさ、ふわっとそのままの形で落ちていくんやからな、まあ、なかなかいい、すごい外人受けよかったな、よかったね、そうありがたいこと、いやもう嬉しかった、うん、ホールイスイッチホールイスイッチってどういうの調べたの受けてたよ、受けてたの、ああいうの好きやね、好きやね、うん、好き好き、もうあの時
ガジーさん。もう本当にありがたかったですね。こっからもうあれもちょっと視野も海外に見てるから。もうこっから海外、こっからも海外進出、真剣に考え出しましたから。これ海外やな。これだけで。もうこれだけで、あ、これちょっと海外ええんちゃうかなと。この時ちょっと思ったよ、2月ね。また後で話します、これは。ほんで、まあ、ザラッとやってた4月に、うん、後でゲストに出てもらった桑田くんとの水木サイクル。4月やったっけ？ 4 月や登場。ライブレコーディングしたやつね。うん、これの、うん、用意すんのに、結構2月ぐらいだね。そうやな。それ、ここ、もう、水重なってるから。そう、そう、2月ぐらいから練習始めたから、そうやな。だからここもがっつりね。うん、水木サイクルもライブ、水木ライブみたいな感じ。毎週日曜日3時間練習してた。頑張ります。頑張った。頑張りました。もう切り替えてね、頭を。もうここはもうほんま水木サイクルモードやったのに、うん、これまた後でゆっくり水木サイクルの話はしがみますね、うん、後ほど、うん、で、5月の、うんうんうん、5月のナッシュビル55、ね、ナッシュビル55フェスから、うん、えげつない数のライブを1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、2ヶ月で10人を1ヶ月6本ぐらいで、もうこの時はもう完全にこうプロペラ27日に来るチラシもできてたので、うん、チラシ持って行ったな。そう、各地に行くで、うん、チラシ持って宣伝しに行こうって、うん、正直に俺ね、こう5月から昨日、まあ、前日まで、うん、多分日本で一番プロペラって言ったんですよ。ほんまに多分プロペラ選手権1位。あ、1位やな。1位ですか。一番言うたね、プロペラって。なんか言ったな。これからも言うていこう思ってる。まだ言おうと思ってます。まだ。そうそう、で5月、まあ、そのナッシュビル5号、うん、これも良かったね。良かった、盛り上がった。2日間すごかった。ほんまに怒涛でした、ね。うん、一瞬やったね。一瞬やったな。みんなすごかったから。ほ、うん、んまに、うん、これもすごかった、ね。お祭りや言うてんのに本気じゃなくていいよ。まあお祭りやしなみたいな感じで言うてんねんけど、全員本気できたから。そりゃもうそうでしょうよ。それは素晴らしいです、ね。さすがやった。さすがさすが。もうその精鋭が集まったフェスですからね。うん、天下一武道館みたいな感じやな。そうか。その翌日、ナッシュビルフェスのナッシュビル55の翌日やったんや。翌日に、この京都のポップピザのところに、あのギタルンベの企画で呼ばれて、そう、行ったんですよ。ここもね、あの外国人の方がやられてるピザ屋さんでね、およそライブやるような感じじゃない住宅地の地下にね、あるお店。これがまたすんごい盛り上がってね。盛り上がった。ほぼ外人の方が、アメイジングって言われた。アメイジング言われたね。ワオワオ。ストレートや。そう、ストレート。ワオ。で、あの一番なんか真ん中ぐらいにものすごくでかい外人、うん、黒人の人が立ってたから、うん、あのブワーって前行ってグッナイベイビーってバーンって言ったら、もうめちゃめちゃ喜んで、ワオ。リアクションが良かった。欲しいな。アメイジング。これ CD 買ってくる。買ってくれた。俺その人聞いたら、なんかまあハードコアバンドも結構有名な人らしい。そうなの。なんかベースなんて言ってたんちゃう。そう、なんか結構有名なハードコアバンドのなんか人で、和田からいや、すごいさ、あの人によくてすごいって知らんから、俺めちゃめちゃあのいい人です。もうこの時にもう海外進出も確定しよう。もう確定やな、もうその時にもうマーケットも海外や、海外やな。もう俺も飛行機乗るわという、もう決心。苦手ですね、飛行機。もう飛行機、用乗らねえ、乗ります。乗ります。オファーお待ちしてます。オファーなくても行きますわ、もう。海外。来年海外行きます。観光に。はい。まずはちょっと慣れるために、観光から始めよう。観光から始める。はい。よろしくお願いします。その説は。そう、本当結構やったね。いろんなとこ行って、その、プロペラ、来ますよ。うん。キャンペーン。プロペラキャンペーンだ。なんか印象に残ってるのありますか？ピザ。ある？見えてないじゃん。
ボールズエイトね。ああ、ボールズエイト。ああ、初めてですね。新鮮橋、ボールズエイト。もうね、新鮮でしたね、横並び。そうですね。また端っこ。そうそうそう。また行きますよ、10月。ボールズエイト。10月やったな。うん。そうそう。ほんでまあ6月の締めくくりは半瀬小学校か。うん。え、6月やったっけ？あれ6月先月だな。雨の思想誌。うちらの前までは一応持ってた、ね、持ってたね。俺らの出番30分前にドエライズって来て、まあ、トラックステージも無理ですってなって、まあ、急遽体育館でやることになったんですけど、まあ、体育館、まあ、舞台にドラムを上げようとしてたので、もう舞台に上げないでフロアに置いてくださいって、体育館の舞台の下でやったらもう過去最大規模の行動範囲でですね。めっちゃもうノンストレスでうわーって動けたから、カールコードの裸足でな、裸足、もう足するからね、うん、カールコードの最大伸び率やったね、うん、あんなのみんなやろ、普段より長いやつやろって言われて、いやいや一緒やで、あのボックスっていうメーカーのくるくる巻いてるカールコードっていつも使ってるんですけど、あれ9メーターって言ってるんですよ。てかあの9メーターもあるかなって思っててんけど、あるね。あれほんまにすごいな、ビヨンっていけた、あんな伸びてあんな動けんの。私助走つけていったもん。こうやって一旦下がってから行ったから、もうこんなになってたもん、動きがもうこうじゃん、もうビヨーンビヨーンビヨーン、消えてたの2人が司会で俺やろ、ね、いやでも楽しんでもらえたら、よかったね。なんかあの高校生の女の子が、うん、モンキーサイクル見て、うん、めっちゃかっこよかったですって、でベース買いますとか言って、しゃべりかけてきてくれてんけど、まあ、まあ、ありがとうって言ってるから、うん、LINE 来て、買いましたって言って、え、そう、もうすごいな、聞いてる、なんかこう音源も送ってくれて、へぇ、うん、で、ナッシュベルまた出てなって、あー、もうぜひね、あの、軽音楽、そう上手やね、今の昨今の若い子は、うまいな、難しい曲やってんねん、ほんですごい、ペース勝ったよ、勝ったって言ってた。うん、すごいよ、うん、サインしたねの、まやな、考えとまない藤子不二雄って言ってた谷崎さん、昨日藤子不二雄って書いてた、ね、谷崎さんのサイン、なんでそう見せての取ってあの白のやつ、なんか裏に藤子不二雄のサインがドラえもん知らんねんけど、ドラえもんも書いてた、谷崎ジョーク、藤子不二雄って書いてた、藤子不二雄嘘って書いてた、A でも F でもない、嘘謎やね、謎やね、あの、うん、まあ、反省、まあ、無事に終わって、無事終わって桑田くんがあのチャリで来たって、うん、そうです、反省、どこか知ってます、思想誌、思想誌や、姫路越えて、姫路越えて、あれ、どこ越えんの、姫路よりもっと向かいもんね、からちょっと北上、北上して山の方でね、ルート反省ルートいないんちすごいよ、姫路を越えみたいな感じなの、越えすぎやろっていうね、山あり谷ありみたいなすごいなと、まあでも桑田くんも無事に、そうね、来て歌いね、そして帰った朝会えへんかったけど、私は朝早くに出発して、チモリもおてえな、桑田くん、本当だ、うん、お、見よう、見よかった、こうやってすごいな、すごい、いやもうそのね、すごかった、すごかった、
これもまた後で聞きましょう、うん、ほんで7月やんかもう入って、うん、7月やね、うん、まあ、温度もやったな、やだな、やりました、ね、そして昨日、ね、うん、ついに当日迎えまして、うん、オープニングアクトやらせていただきまして、まあまあ大盛況でしたね。ああ、よかった。ほんまに。も無事に。いやよかったね、うん。お客さんもよく入って、うん。ちょっと1週間ぐらいなんかな。おかしかったもんな。おかしかったな。なんか不安定だ。どうしようどうしようみたいな。同期するって。同期するって。もう全然なんか何も入ってけへんかったよ。全然何も入ってけへん。練習も何やってんのかよう分からへんかったなんでこんなことせなあかんやろみたいなぐらいで。何をやってんの？こんなことだよ。こんなことだよ。でもほんまめっちゃやってくれたしよかったな。よかったね、うん、ほんまに。さすが2時間すごかった。うん、なんかすごいね、うん、よう声も出てたし、出てましたね、出てたな、最後までな、すごかった、みんな元気やったね、元気だな、なんか3人、じゃあ4人出したら200何歳何歳って言ったら、すごいな、打ち上げもね、3時までやっと、みんな元気やったな、3時ぐらいな、みんなめちゃめちゃ元気やった、元気やった、もう全めっちゃ目、めっちゃ来ないだもんな、みんなでも最後はね、あの恒例のあの恒例のあの商店街、商店街でアーシャトルっていつから恒例なんだ、いつから恒例なんだけど、あのなんかね新居町、センター街が、うん、メッカになってる、今ね、アーシャのメッカになってる、いい写真撮れてましたね、うん、またぜひ使ってください、うん、T シャツ使ってぜひお使いください、いや、よかった、そんなそんな感じですね、うん、うん、せやな、シナノとか、うん、どう、大丈夫です大丈夫、なんかいやようやったなと思って、ようやったなと思って、せやな、うん、なんでそんなライブすんのってお母さんめっちゃ言うとった、なんでなのって電話かかってくるけど分からへんこれ1年に何回かあるのよね、このなんかわけ分からんけど、あのめっちゃ重なって、うん、なんか同じ月にもう週3回ぐらいせなあかんようになってまうんで、結局基本来たの断らないので、うん、あのやります、うん、ってな感じなんで、なんか2ヶ月連続っていうのはなかなかなかったね、うん、まあまあまあプロモーション兼ねてなので、うん、まあ、ちょうど良かったなと思って、うん、ありがとうございました本当その説は今後もな決まってるしな、このあとね、モンキーサイクル痛み後半戦、そう、もうちょっとでかいのが、グリーンジャム、痛みグリーンジャムジャムかな、うん、9月の、23日、うん、痛み市の、小屋池公園でしたかな、紅葉って、紅葉って、小屋池公園っていうなんかでっかい公園があるんですけども、うん、なんか楽しそうな、いやもうそれはね、うん、あの 楽しみなあの野外フェスになってます、うん、こちらも時間まだ分かりませんが23日9月のね、うん、23日よろしくお願いします、昼間よろしくお願いします、はい、ね、うん、後半戦、まあまあ後半のモンキーサイドもやりますよ、うんうん、8月以降夏以降も、結構やりますね、多分まだあの12月またワンマンやります、はい、やりますね、
年末、うん、いつもの12月暮れにめっちゃ暮れやる12月みんなが忙しい時にそうあえてもう12月30日です、ね、決まってんのもう一緒だもう今決めてまたもう毎年やってますので12月30日やりますのでよろしくお願いします本当にそんな感じかなそうやなうんなんか聞きたいこととかあったら聞いてください伊丹グリーンジャムは誰が出るんですかいや結構なんか有名な人来るのよあのフラワーカンパニーとかそうそうは違う日やな違う日やったっけあなんかねなんとかカンパネラああ、何曜日かのカンパネラ、ね、何曜日か何曜日か何曜日やったっけあれ水曜日水曜日水曜日か何曜日か何曜日かのカンパネラこの人の人があの女の子ねあのあ水曜日の人ですそれ一緒に水曜日の人あの23日僕らが出させてもらう23日はゴーイングアンダーグラウンド下津踊ってばかりの人とあの水曜日の人ね水曜日のカンパネラでモンキーサイド。お、何曜日の？これは何曜日かな。平日のモンキーサイド。平日の。ウィークデーモンキーサイド。です。うん、もうすごいですね。楽しみやな。楽しみですねこれね。ぜひ皆さんお集まりください。これ無料です。僕らのいるところは。23日月曜日祝日、うん何の日ですかこれは23日は、勤労感謝ちゃう何やろなんかの祝日何の祝日秋分の日秋分の日秋分の日よろしくお願いしますここ休みやから7週休みやからねなみんなでおっ、うん、えって言ってんのよろしくお願いします本当に小屋池公園、うん、小屋池公園集合集合えらい遠いらしいですけど、うん、よろしくお願いします西矢が案内するあいやピストンでやってくれるんじゃんあ西矢あ、オッケーオッケー案内する言うとったからよろしくお願いします、うん、そんな感じですかねじゃあ一旦これで一旦 CM で一旦 CM しましょうか、うん、じゃあ CM などゲストを迎えて、はい、引き続きどうしますって一旦 CM でーす